い、こんにちは。エデセンスの奥村瑞穂です。秋田真希子です。はい、この声のテンションの違いが面白いというのもちょっと若干の話題になりつつ、はい、今日は少し背景を変えてみました、はい、で第3回目ということなんですけれども、前回ね、自分たちで宿題をだいぶ増やしてしまったんですが、うん、その前になんかもうちょっとピカソプロジェクト、アート教育なんでやってんのっていうところはちょっと喋っとかないといけないかなと思ったんですけれども、うん、ちょっとおさらいとして、私たちの事業ピカソプロジェクトって何をやってるんでしたっけ。はい、私たちの、事業の一つであるピカソプロジェクトは、子どもたちの表現力を育てるというのを大きなテーマにしていて、はい、でそのテーマを、子どもたちの表現を育てるためにアートというものを題材にしているプロジェクトがピカソプロジェクトです。はい、でアートというのをテーマにやってるんですけれども、これがまあ何歳でも実際いいんだけれども、うん、メインターゲットにしているのは、うん、まあ中心的には4歳から6歳、うん、で大きな幅では3歳から8歳ぐらいっていうふうに年齢設定をしています、うん、はい、この設定の理由についてちょっと、今日はお話ししていきたいなと思います。はい、なので、まあ、その年代にいる人、それからニアピンっていう人はちょっとチェックをしてみていただければなと思います、はい、こちら、これ国の法律としてね、こういうふうに教育しなさいよっていうことが書かれてある幼稚園教育要領の解説書なんですけれども、まあ、興味のある方ぜひ買ってください。今年改訂されてすごい内容も良くなってるし、濃くなってるし、普通に本屋さんで売ってます。しかも240円お得もう保育とか教育とかされている方は分かると思うんですけれども、幼児にはだいたい5領域といって、まあ、こういう領域を気にかけて教育しなさいよという項目があります。でその中に表現っていう項目があって、感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して豊かな感性や表現する力を養い、想像力を豊かにするというふうに書いてあります。この文章の読み解き方としては、想像力を豊かにするために、逆から読みます、豊かな感性や表現する力を養いで、感じたことや考えたことを自分なりに表現していくっていう体験を持たせようねというふうに書いてあると解釈してください。でここでね、表現っていうのが、うん、いわゆる上手に書きなさいとか、うん、正しく書きなさいとか、うん、技法を知りなさいってことが書いてないっていうのがポイントなんだよね、うん、全然書いてないね、うん、で、まあ、これ私たちにすると逆、どっちかっていうとこれ後付けで、なんだちゃんと国の法令としてそんな風にしなさいって書いてあんじゃんっていうのがあるよね、うん、最初はどっちかって言ったら色彩学でね。そうだね、うん、一番最初のスタートはね、色彩学、うん、そうそう、正しいことを子どもたちに教えようって言って始まったのは、うん、本当に6年ぐらい前の話だよね。6年前だね、うん、5年前にはもうその考えがもっと広がってたので、うん、まあ、考えてたのは、だいたい子どもの脳の発達的に4歳から6歳が一番色彩感覚がうわっと広がる時期だから、うん、このタイミングでいろいろやろうよみたいなね、ことを言って始めたんですけれども、いろいろ調べたりとか突き詰めていくうちに、こういうのがちゃんと幼稚園教育要領にも書いてあるということを武器にさせていただいて、4歳から6歳ぐらい、言ったら年齢でなので、幼稚園児で言ったら3歳児、4歳児、5歳児ぐらいを中心に興味の出始める3歳から、でそれからそういうアートっていうのにこう心から動かされる時期が終わりぐらいが、大体8歳ぐらいと、うん、いうことでこの年齢設定にしています。はい、実際に年齢設定してからこのピカソプロジェクト始めて何かありますか、感じることとか。感じることですか、うん、感じることは、うん、教室に来てること来てないことさをすごい感じます、うん、ピカソプロジェクトの教室にずっと毎月毎月来てくれてる子は、8歳になっても9歳になっても、絵を描くことを全然恐れないで、ずっと書いてくれてて、それが上手いとか下手とかじゃない、本人も上手い下手とかじゃないし、お母さんも上手い下手とかじゃないんだけど、とにかくね、わあお絵描き大好きって言ってくれるんだけど、そうじゃないお友達を見ているとやっぱり、いや上手に描けないからとか言ってくる。それが9歳とかになると急激に増えるんだよね。僕上手じゃないからとかすごく言われる。そう、今の本当そうで、その上手いか下手かを自分で決めてしまう、うん、自分
であるということを恐れることって全くないのに、この表現することっていうのに慣れてない子はやっぱり上手い下手とすごくジャッジしちゃう、うん、するね、うんうん、周りも大人もやっぱそのアート教育慣れしてない大人も、まあ、ついつい子供をジャッジしちゃうところってあるんだけど、もうそれ以上に自分がジャッジしちゃうよね、うんうん、そういうのってすごいもったいないなと思うので、いいんだよジャッジしなくってっていうのを自分で考えていける子供に確実になってるなっていうのを感じるね。中学生ぐらいとか高校生ぐらいになってすごい早い時期からこの活動に関わってくれてた子なんかはやっぱりこれこうしたいんだよねっていうのを恐れないで言う子が多いかな、うんうん、でそれが間違ってるとか間違ってないとかが、うんうん、なんていうのかな、自分で諦める前に言ってくれるから、うんうん、あ、そう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 、なんか大人としても補助しやすいというか、うん、そうだね、うんうん、だからでもこの場合こうなんじゃないとか、あ、その考えは面白いんだけどこうしてみたらもっと良くないっていう時にすごい素直に受けてくれる、あ、それいいねとか言ってね、そう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 、うん、うまいこと、うん、なんか反抗期とかもちゃんと来るんだけど、でもなんか理不尽に反抗するんじゃなくてそうですね、そう、ある意味ちょっとこう理屈っぽく反抗するというか、そういうところあるかなってすごい感じますね、うん、なんか反抗とかでも別にとか喋らないとかじゃなくって、うんうんうん、今僕はこれにすごく腹が立ってて、うん、ここがムカつくっていうのをドーンって言ってきてくれるそうそうそう、だってこれさっき言ってたのと違うじゃんって、うん、申し訳ございませんこっちも素直になれるし、うん、なんかテーマ壮大になってきたけど、結局その3歳から8歳ぐらいっていうのをそうやってケアすることで、うん、ちょっとずつ未来が明るくなっていくっていうのを感じてもらえたら嬉しいなって思います、うん、なんかアート教育ってすごいね、うん、そうだね、いや今言うなんか自分ですごいことやってるなっていう気がしてきちゃった、うん、いやでもあの、うん、した方がいいか、うん、しても、うん、しなくても構わないけどした方がいいよね、そうだね、うん、で、まあ、私の尊敬する先生でもありますし、ピカソプロジェクトにも講座に来てくださったりする松岡弘俊先生という方がいらっしゃいまして、でこの方がこちら子どもの世界子どもの造形という本にすごく年齢とかなぜアートなのっていうこととかをめちゃめちゃ綺麗に書いてくれてて、あ、もうこれうちのテキストでいいじゃんみたいなぐらい本当に素敵な内容なんで、よかったら三原社さんの出版なんで買ってみてください、はいはい、でなのでその、まあ、3歳から8歳についてなんでっていうところはもっともっと詳しく年齢的なことはこの本を使いながらまたご説明をしていければいいなと思っています。楽しみにしていてください、はい。